続いて山口県出身谷口による方言告白です。てるくんてるくん、あれてるくん、あれいない、てるくんちっちゃいかな、おかわいい、ね、何してるぞ、一緒に帰ろうや、可能かそれ、うん、帰ろう、あのさ、ずっとようかぶち悩んどったんじゃけど、ぶち、どうしたの、てるくんのことぶり好きやけ、ぶり、えかったらうちと付き合ってくれん、うわー、てるくん、はい、終了、てるくん、どうした、てんちゃん、どうした、いやいやいや、なんかあのめっちゃ可愛かったんですけど、そう、愛理ちゃんがこう下からピョンって出てくる時に方言別に関係ないのに可愛いって土田さん、可愛いって、可愛いね、何してるぞ、何も言ってない、出てきた時可愛い、下から出てくるの可愛いじゃん、それももうポイント入っちゃってます、もちろん入ってます、ポイント入っちゃってます、高田純次さんとかがロケの時下から出てくるのとか可愛いじゃん、面白いでしょあれは、可愛い、全部自分のプランでだね、はい、そうです、やっぱテル君ちょっと大きいから、そうですね、さっきブリって言った時に、あ、ブリブリって聞かれてきて、あ、確かにね、それを聞いて自分もなんか不思議な気持ちになりましたね、ブリはどういう、ブリはどういうこと、なんかすごく、あ、すごくか、ブリ好きやけだからすごく好きやけか、ブリ好きやけ、ブリ好きやけ、これってさ、やっぱ広島に近いの、 あ、そうですね、広島とやっぱ隣なんで、うん、近いところもあるんですけど、うん、なんか何してるそうとか、何してるそう、はい、そうって、てるくんてるくん何してるそう、そうとか、語尾がそう、はい、何してるそう、ブリ受けるやんって、あ、そうですね、結構なんかマジと同じような、そっか、汎用性があります、さあこの山口県の方が早いです、土田さんちょっと早いですね、ちょっとあの聞きますんで、私ねちょっとだいぶ好きみたいですこれ、めっちゃ好きじゃん、出てくるのが相当お気に入りのようです、方言関係ない、キュンキュンした方は札をお上げください、どうぞ、キュンキュン、おー、満点キュンキュン、満点キュンキュン、これ満点強いですね、みんないいですね、こんだけ満点キュンキュンぐらいの勢いだと後半怖くないですか、ちょっとプレッシャーがね、うちの地元大丈夫かしらになりませんか、圧がかかってきそうですけど、井上どうでした、いや、めっちゃなんかちょっとブリーのところではちょっと笑っちゃいそうにはなったんですけど、カメラ目線の自分だと思ったら、え、抱きしめたいと思った、抱きしめたいと思った、カメラ目線で自分が揺れてると思ったら、恋抱きしめたいみたいな、恋抱きしめたいってってなっちゃって、あ、ブリいいやんってなりました、ブリいいやん、ブリいいやん、だいぶ感情、関西の人がブリいいやん、ブリいいやん、村井は付き合おうてくれんみたいな、上がる、上に上がるのがなんか、ああ東京と付き合ってほしいみたいな感じなので、あ、なんかその語尾の感じが可愛いなって思いました、あ、小島はどうでした、いや可愛いって思いました普通にもういつも愛理あんまりブチとかあんま言わないので、言わないんだけど、ひょこって出てくるところはなんか愛理らしくてすごいポイント、キュンポイント高かった、俺仲間いた、一緒だ、可愛い、可愛いですよね、ね、可愛いね